飛騨のり倉ねぎは高山市内の農家8軒で作る乳川飛騨ねぎ研究会が30年以上前から栽培している飛騨一本太ねぎと呼ばれる伝統野菜で、甘くて柔らかいことや3センチ前後の太さが特徴です。高山市乳川町の JA 飛騨乳川支店では、研究会の会員8人が集まって、今シーズンの出荷を前に太さや長さなどの選別基準を確認しました。また品評会では、会員が手塩にかけて育てたネギを並べ、県や市、JA の職員が太さや白い部分の長さなどで審査をし、高山市大洞町の山本健二さんが最優秀賞に選ばれました。研究会によりますと、今年は春の雨の影響で生育が少し遅れましたが、例年並みの出荷量を見込んでいて、4キロ入り1箱3700円で12月下旬まで注文販売されます。